ため車両を何度も元の位置へ。新幹線シーンの撮影だけで8日間を費やしました。妥協を許さず生み出す迫力、舞台裏で見えたのはリアリティへのこだわりでした。ブラボー。いや、ものすごいスケールの撮影なんですね。これも映画館のスクリーンで見たらとんでもない迫力だと思いますよ。さて続いては究極クエスチョンの後半戦です。はい、大沢たかおさんが小学生時代の苦い思い出を教えてくれました。ここからはそれぞれに究極クエスチョン。続いては松島さんへの究極クエスチョンです。はい、それでは松島奈々子さんに究極クエスチョン。キュキュありがとうございます。まさかの初参加の松島さんだけが乗ってくださった。ありがとうございます。とっても嬉しいです。思わずやってしまった。ありがとうございます。もし急に休みになったら、はい、A 弾丸で海外旅行、はい、B 自宅にこもって趣味に没頭する。どっちもやるタイプなんですよね。あ、そうです。自宅にこもることもあるんですか。あります。あの、もう映画をもうずっと見たりとか。どうしよう。え、一応、まあ、選んだ方がいいですか。はい、はい、そうですか。そうですね、こっちですか。おっと、お、海外旅行の、あの、一回行ったこともありますし、あの、4日間しかなかった時にフランスに飛んだことがあって。4日間フランス。はい、もう本当にあまりに疲れてしまって、もうどっかの空気を吸わないと死んでしまうって思って、行きました。一応友達に付き合ってもらったので、うん、その友達のためにこうフレンチを予約入れたんですね。昼夜入れたんです。ちょっと私の方が胃がやられてしまってっていうちょっと苦い思い出があるんですけども。海外旅行大好きという松島さん、今行ってみたい場所は。世界遺産を見て回るっていうのはやっぱりちょっと憧れですね。あのモアイ像を見に行くとか。結構すごいところにいいスタートですか。モアイの前に松島さん立って何をされるんですか。モアイに触るんです。触れて、はい、で自慢するんです。そして大沢さんも大の旅行好き。行く先々で楽しんでいるという趣味がありました。それは今もなんかこう海外行くとなんかちょっとあると釣り竿があれると釣りしたりする。釣りやりましたね、撮影中。ああ、そう、撮影中もやってた。四日市港で緊迫したら、緊迫したというそのシーンは迫力あるカーアクション。三重県四日市市で撮影したトレーラーの大暴走シーン。トレーラーがドーンってなるんだけど、釣りをちょっとやってみました。周りの皆さんも一緒にやったんですか。あの、あとケント君とのちょっと参加して、はい、釣れたんですか。釣れましたね。めちゃくちゃ釣れました。じゃあその反対側でうわーっていうシーンがあるところで大沢さん背中を向けてこういう風に釣られてたっていうシーンも、うん、そう、まあ、スーツでですよね。スーツでですよね。スピンの休日みたいな感じなんで。そうですか。続いては藤原さん。子供の頃から大好きという西武ライオンズと長渕剛さんに関する究極クエスチョン。藤原達也さんに究極クエスチョン。究極。鉄壁の盾に守られちゃう。もしどちらか一つだけ叶うとしたら、 A 自分のためだけに西武ライオンズが試合をしてくれる。 B 自分のためだけに長渕剛さんがライブをしてくれる。面白いですね。この2つですね。皆さん、実はこのコーナー一つしかやらないコーナーです。そうなんですよ。あ、そしたらですね、あの長渕さんのライブにします。あ、お、自分のために西武が試合することないからね。やっぱライオンズの人たちチームのために試合しますからね。ああ、ね、ライオンズ愛がほとばしるコメントが。だからまあ長渕さんで、まあ、贅沢ですけどね。いいかなと思います。いつ頃から西武がお好きなんですか。僕あの生まれが埼玉なので、はい、あのちっちゃい頃から球場に通ったりしてましたね。一方の大沢さんもかつては野球少年、今も忘れられない思い出があるといいます。達也と一緒で、まあ、昔やっぱり野球好きだったし東京だったから
昔あの日本ハムって東京にあったんですよね。でしたね。でやっぱりそのファンクラブとか入って、あ、日本ハムだったんですか。そうそう、未だに後楽園の横で買った焼きそばこぼしてそれもう一回拾って食べたのが忘れられない小学校4年とかかな、兄貴と行ってお小遣いそれしかなくて張り切って走ってたら転んじゃって全部ここも半べそかけながらもう一回入れて食べましたよ。うち兄貴が優しくてちょっとなんか分けてもらったっていう。すいません話が大きくずれました。さて続いて調整してくださったのは強検定グレートの特別版です。その名も10億円検定グレートと。 お楽しみにそしてですね、私もしっかり司会してまいりましたし、そわちゃんもいろいろとやらかしてくれました。ご注目ください。そうですか。今度はクイズで真剣勝負。10億円に関する超難問に思わぬ珍解答が続出。おっと、一発でこれ当てますね。おっと、え残念この男、清丸国秀を殺してほしい。私の7歳になる孫娘を殺した男だ。報酬として10億円お支払いする。映画「藁の盾」で重要な鍵となる10億円。凶悪犯清丸を殺した者への報酬として大金が用意されました。10億円目当てに清丸の命を狙う者たち、日本中が翻弄されます。この映画と今回コラボしたのが JIP の人気企画強検定グレート。今日は何の日か、3つのキーワードをヒントに答えを連想します。え、電卓が発売されたんじゃない。その企画に映画の出演者3人が特別参加。挑戦するのはZIP 藁の盾スペシャルコラボ企画強検定グレートならぬ10億円検定グレート。さあ、まさかの夢のコラボが成立しました。強検定と藁の盾チームの皆さんとのコラボレーションでございます。10億円で一体どんなものが買えるのか、3つのキーワードを頼りに制限時間内に答えていただきます。では参りましょう。本日最初の検定です。10億円で買えるものとは一体。レッツThink。 まずは1931年、続いて MLLL。 おっと、藁の盾チーム藤原さんが押しました。 MLLL のセット、マクドナルド。残念。1931年ぐらいに、まあ創立というか、あ、違いますね。最後のヒントが 120kg。 おっ、ジップチームの須藤さん、あの大きいサイズのお洋服屋さんじゃないですか、はい、石塚さんがモデルの、はい、あそこのお洋服屋さんが10億円に買える。洋服のサイズですよね。あ、松島さんが今鋭い指摘がありました。おっと、加藤さんが言ったわ。ルイ・ヴィトンができた日。あ、間違えた、強検定じゃなかった。あの、ね、何の日を当てるのは当てたんですけど、こちらは何を買えるか。では、スペシャルヒントがあります。ラスト、松島さんが来た。宇宙服。正解。お見事。すごい。大沢さんも分かってらっしゃった今。うん、なんとなく。え？もちろん。10億円で買えるもの、正解は宇宙服なんです。宇宙服は1931年、旧ソ連で初めて開発されました。現在宇宙服の胴体部分には M、L、LL と3つのサイズがあり、総重量は地球上では 120kg となります。